どうもどうも、心はいつでも小学生、白玉です。今回遊び場に持ってきたのは小学1年生2023年11月号。この号の付録が超豪華。セブンイレブンおしゃべりお買い物レジ。見た目もさることながらおしゃべりしちゃうの？付録に本気出しすぎじゃない？つかここら辺のセブイレの商品、これも作れちゃうってこと？これはドキがムネムネ、ワクワクが止まりませんね。これは大人にこそ刺さるんじゃないか。ということで早速遊んでいきましょう。レッツラーゴー。小学1年生なんて買うの何年ぶりよって話。内容物は組み立て用厚紙3枚とバーコードリーダー、そして輪ゴム。広げると1枚1枚めちゃでかい。まずはレジ本体を作っていきます。厚紙から切り離していく。切り抜けたら抜いたり山折り谷折ったり形作っていきます。準備できたら番号を合わせて差し込みよ。こんな感じ。くるっと右側取り付けます。左も合体。おお、本体が一応形になりました。お次はこのバーコードリーダー置き場にクレジット端末をドッキング。くんの楽しい。ほんでこの後ろにトレイをつけます。そしたらさらに本体にガッシーン。いやここ難しいわ。よっ。ふう、できてきた。そしたらこのテンキーと年齢ボタン、これを取り付けていきます。よっと。おー、ちゃんと立体的。この年齢ボタン懐かしいな。店員側についてるこの年齢ボタン、知らない人は何これって思うかもしれないんですけど、確か商品全部スキャンし終わった後にそのお客さんの性別と年齢を大体でこう押すんすよね。初めはなんじゃそりゃって思ったけど、商品によってどの層が買ってるのかっていう情報収集のためらしいです。したらこのトレイオープンのお会計ボタンを組み立て、支えパーツで包み込み、本体ひっくり返しここにはめる。そしたらここが押せるようになる。リーダー置き場の支えもつけときます。お次はキャッシュドロワーを組み上げる。こんな感じ。さらに土台を組んで輪ゴムをかけます。ビヨンビヨン。仕掛けを組み立てる。仕掛けってなんだろう。ドロワーカバーを組んで仕掛けを装着。仕掛け設置完了。そして土台に取り付け、その上からさらに本体取り付け。この輪ゴムをドロワーに取り付けて、ドロワーを押し込み、バーコードリーダーを置けば、セブンイレブンレジスター大完成。ドロワーちょっと開いてる。作るの結構大変だったけど、出来上がるとかなり満足度は高いですね。タッチ決済にクレジット端末、画面まで再現。合計2点でセブンイレブン。何買ったんだろう。レジ横のこういう排気口みたいなとこの再現もすごいね。こういうとことかね。僕がバイトしてた頃はこういうボタンはなかったかな。今はセルフレジも増えてきましたからね。こういう人が操作するレジもいつか遺産になるのかな。そしてさっき作っていた仕掛け、それはこのお会計ボタンでいきます。お会計を押すと、あれ、ドロワーがガシャッと開くはずなんだが、よっ、ほ、は、故障してます。なんかちょっと噛み合わせが悪かったようで、うまく作動しませんでした。なのでこのレジはドロワー開けっぱなしでいきます。お金もたくさんついてくるから切り取って使っちゃおう。秀夫さんも柴三郎さんに変わるんだよな。6000円入ります。ドロワー内はさすがにフラットなんで、じゃあまあこんな感じで入れとくわ。効果もジャラジャラ。お、新500円玉じゃん。おりゃー。いや、こんなレジやばいで。カード系もあります。カードをお預かりします。レジにしまいます。まだまだあります。品出し完了。ミニチュア好きとしてはこういうのたまんないね。セブンブランドのパッケージまんまだもんね。あれ、これ200円もしたっけ。蓋のこういう部分とか、おにぎりのこういう表記、ポテチとかもいいね。簡易的な作りだけど、ちゃんとそれぞれのパッケージのフォルムを再現できていて、パッケージイメージはまんま使えるから全然チャッチくない。いや、これだけでも付録になるやろ。あと名札もあるから服につけとくわ。さあ本番はここからだぜベイビー。このバーコードリーダーちゃんに電池入れます。入れてきました、電池ちゃん。これね、説明書見てびっくり。なんか本当にここで読み込んで個別認識するみたいなんだよね。試してみよう。
それぞれの商品にバーコードがついているので、バーコードの青い線、これがリーダー側から見て下になるようにしてセット、ボタンを押すと、おにぎりツナマヨネーズ100円。おお、大正解。じゃあ梅は、すんげえ。こんなクオリティ本当に付録でいいんすか。ミックスサンド300円。ボタンを長押しすると、お支払いの方法を選択してください。これで例えばクレカをスキャンすると、ありがとうございました、お会計できちゃう。ちなみに名札もスキャンできます。これレジロック解除するためには必要ないよね。パンだからサンドイッチとか？シャキシャキレタスサンド300円。レタスが入っている商品を選んでスキャンしてください。うお、立て続けだな。じゃあまたこれでいいんじゃないの。あえてシュークリームとか言ってみる。シュークリーム150円。おう、今食べたい商品を選んでスキャンしてください。うお、何それ。じゃあポテチかな。いいね。ありがとうございました。ってな感じで面白いゲームモードで遊ぶことができます。ちなみにバーコードリーダーのボタンを7回連続で押すと、大吉。お、あざす。中吉。ってな感じでバーコードリーダーが占ってくれます。最後にもう一回遊ぼう。おお、400円。じゃあまずはシャキシャキレタス。シャキシャキレタスサンド300円。シャキシャキレタスサンド、あと100円だから、ウーロン茶とか。400円になるように商品を選んでスキャンしてください。あれ、なんでだよ、時間切れか。セブンプレミアムウーロン茶100円。ミックスサンド、よし。ありがとうございました。というわけでいかがでしたでしょうか。造形ものすごいし、物量もすごい、さらにめちゃくちゃ遊べちゃう。これが雑誌の付録って、小学館さんやべえな。ではでは、また次回の遊び場でお会いしましょう。またねー。